アウグストでサクセコブルゴゴタイブラガンサは、ポルトガルの王族。ブラガンサ家の聖員。女王マリア2世とその王廃フェルナンド2世の間の、第五王子。正式な洗礼名は、アウグストマリアフェルナンドカルルシュミゲルガブリエルハファイル、アグリコラフランシスコデアシスゴンザーガペドロでアルカンタラ、ロヨラ。王家の抜旨だったが、1861年冬に、長兄ペドロ5世。 サンニー・ベイジャコー、ジョアン、ヨンアーニ・フェルナンドが、これらにかかって、相次いで創生すると、新王に即位した時系ルイシュ一世の唯一の弟として、王位の推定相続人に指名され、1863年、ルイシュ一世に、長男、カルロス王太子が誕生するまでその地位にあった。1875年、コインブラ公に助釈されたほか、父方の血統から、 ザクセンコーブルク号多公誌及びザクセン公爵の称号を模有した。ポルトガル陸軍に所属し、師団長を務めた。1889年独身のまま41歳で、死去、遺体はブラガンサ王室霊廟に安置された。ありがとうございます。